What's up, guys? My name is Chikara Mochizuki, and I am the host of this program, Moon Noon Channel. Thanks for those of you who are tuning in. 皆様こんにちは。Moon Noon Channel MC の Mochizuki Chikara と申します。毎月第1、第3金曜日11時30分から12時まで、ここ FM 廿日市から英語、国際教育、子育て、その他教育関係の情報をお伝えしていきます。この番組はデリカウィング株式会社の提供でお送りします。This program is brought to you by Delica Wing. さあ、今回もムンヌンチャンネルをお届けしていきますが、この番組は私の YouTube チャンネルとも連動しております。YouTube チャンネルでは質問等もコメントいただければお答えしていきたいと思いますので、ぜひお願いいたします。今日も特別ゲスト、来ていただいております。上村様、ようこそ。はじめまして。はい、上村です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。どのような方かというのはですね、後ほどまた詳しくお聞きするとして、うちの月の光国際保育園とも非常に密接なつながりがある方です。まずは簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、自己紹介です。自分はですね、かぐやの、スナック、上村と申します。広島県広島市の出身で、以前はですね、鉄関係の装飾関係の会社12年勤務した後ですね、木工家具製作会社に13年勤務して、43歳の時に、今の廿日市大野スナックを開業いたしました。はい、なるほどですね。じゃあ出身はもうずっと広島？そうですね、はい、父の生まれはまあ鹿児島なんですけども、うんうん、大阪から広島へ渡って、まあ、広島で生まれてっていう形ですね。はい、そうなんですね。はい、スポーツとか？スポーツはですね、すごい体が大きい。そうなんですよ。皆さん見たらですね、レスラーか柔道家かと必ず言われるんですけども。そうですよ、迫力が。そうなんです。それは太りすぎたせいでですね、もともとは陸上をやらせていただいておりました。そうなんですか。はい、うちにもウィンフレットっていう、ガタイのいい外国人の先生がいるんですけども、並んでもね、全然こう、遜色がない、ね。そうなんですよ。はい、そうなんですね。はい。そしてまあ、現在のお仕事、はい、先ほどスナグファーニチャーっていう話をされたんです。はい、スナグって、結構こう英語の上級者でもわからないような難しい言葉なんですけど、このちょっとお名前をつけたちょっと思いとかもですね。そうですね。はい、まあちょっと自分の中で、ありきたりな名前はちょっと嫌だなと思いつつですね、辞書をずっと見てたんですね。はい、そうするとそこにスナッグという文字で、はい、で意味合いはですね、居心地の良いとか、うん、気持ちの良いとかっていう形だったんで、うん、家具に関して、まあ、言えばですね、気持ちいい家具あって、なんかこう居心地がいいなっていうような家具、うん、あ、じゃあこの名前いいなと思って、うん、しかも響きもですね、はい、スナック、うん、あんまり長くなくて、なるほど、なんか覚えてもらいやすいかなと思ったんで、この名前にしました。はい、いや、まさにまあ、うちもちょっと後ほどお話をしますけれども、はい、こちらの家具を上村さんのね、作っていただいて家具を使わせていただいてるんですけども、はい、非常にもう居心地の良いというか、まあ、ぴったり合うっていう意味もあるんですよね。そうですね。そう、はい、本当にその環境にこうぴったり合うような家具作りをされていて、はい、本当に素晴らしいお仕事をされている方なんですけれども、はい、まあ、そのスナックファーニチャーの、はい、まあ、情報ちょっと知りたいなという方はインスタですかね。そうですね、インスタの方にですね、勤めてる時からちょこちょこと、うん、画像の方とかやらせていただいた店舗ですね、はい、写真を載せさせていただいてるんで、なるほど、ちょっと見ていただければいいかなと思います。じゃあちょっと YouTube の概要欄の方にそのインスタのリンクを貼らせていただければと思いますが、ありがとうございます、はい、そんな、まあ、本当にすごいこだわりのある家具屋さんと、はい、肝心の、まあ、月の光国際保育園との関係についてお聞きしていきたいんですが、はい、まあ、どういった関係があるのかというところをですね、はい、よかったら上村さんの方からいいですか、ね、はい、はい、まあ、自分の子供がですね、はい、まずこちら
月の光保育園ですね、はい、できた当初からですね、そうですよね、お世話にならせていただいてるっていうのが、はい、まあ、第一のあれだったんですけど、ね、ありがとうございます。そこで、まあ、本園並び、まあ、第2園の子ども園の方の家具に関してもですね、はい、修理や、まあ、改良など、うん、いろいろと子どもの家具についてね、ね、勉強させて、自分も勉強させていただきながら納品させていただいているという今状況であります。はい。で、ちょっと一つ、はい、皆様にはちょっと聞いてほしいことがあってですね、はいはい、理事長様という、うん、方がおられましてですね、はい、大変お世話になっていてですね、はい、いろいろなお話を聞いてですね、本当に子どものことを、うん、まあ、第一に考えておられる方で、ありがとうございます。教育に関しても本当もちろんですね、使っている、まあ、僕家具屋なんでですね、家具についてもですね、うん、高さや大きさ、うん、まあ、その材質などですね、うん、すごい子どもの目線に合わせたものでと常に言われており、はい、本当に教育熱心な、うん、理事長の方であります。はい、ありがとうございます。で、もう一つですね、はい、理事長という立場の方はですね、はい、なかなか近づきにくいっていうイメージを持っている方も少なくないと思うんですけども、はいはい、本当に気さくな方でですね、うん、ざっくばらんで、はい、情があって、はい、とてもお話しやすい方なんでですね、どんどんお話しされてみてですね、はい、月の光保育園を知っていただきたいかなと思っております。はい、なかなかこう理事長っていうとね、はい、近づきがたい印象はありますけど、なかなか、うん、そうですね、そうですね、はい、うちの元理事長は変わってるんでぜひぜひ保護者の方もどんどん、はい、話しかけていただければと思うんですけど、ね、ありがとうございます。いえ、とんでもないです。なかなかでも、はい、まあ、初年度から、はい、もうだから今回ラジオ出演していただく初めての保護者の方が、そうなんですね、初保護者ということで、ありがとうございます。なんか嬉しいです、はい、本当にもう、こちらこそありがたいんですけど、はい、初年度から、まあ、うち本当にもう立ち上げ2019年、ね、はい、開園して、まあ、どこのね馬の骨もかもわからないようななんか英語とかちょっと変わったことしてるし、はい、ちょっとなんか信用ならないなっていう感じだったと思うんですけど、皆さん、そうですね、周りの方はね、うんうんうん、はい、そこをですね、まあ、ちょっと初年度からこううちを選んでいただいたっていう、大切なお子さんをねお預けする先として選んでいただいたっていうのは、はいはい、どういう経緯があって、やはりですね、まあ簡単に言いますとですね、まあ、まず英語、英語を普通になろうと思ったら、うん、やはり英語教室とかに行かないといけないんですけども、はいはい、常日頃やはり英語と接する場面っていうことは、うん、保育園に通園しながらですね、はい、英語が学べるっていうのが一番なんだろう、こう違和感なく英語が入ってくるんじゃないかなと思ったのが、まず第一にすごくいいなと、ね、ありがとうございます。で、あとですね、月の光様がですね、はい、いつも言われているバカルですね、これについてちょっと園長の方にもですね、いろいろと聞いてみたいんですけど、ありがとうございます、はいはい、まあ、まさにもうその今言っていただいた国際バカロレア、まあ、うちの園の特色を2つ言っていただいたんですけども、まずはその英語教育の部分ですね、はい、まあ、外国人の先生が、まあ、担任の日本人の先生と一緒に、まあ、担任として、はい、まあ、こう日常的に英語に接するような環境、そしてまあもう一つ国際教育プログラムで、国際バカロレアというプログラムを取り入れてるんですけれども、はい、まあ、実はこれ本当に認可が難しいプログラムで、まあ、今日本全国見てもですね、認可保育園としてはその認可をもらっているところが一つもなくてですね、もし取ることができたらうちが日本初と、そうですね、いうことをちょっとまあ目指してやってるんですけれども、はい、まあ、そこの中でもですね、バカロレア監査っていうのがあって、この間オーストラリアの先生の監査があったんですが、はい、その際に上村さん、はい、奥様に ね、 そうですね、ご参加いただいて、はい、本当に奥様も本当に素敵な方でね、いえいえ、もういつも助けていただいてるんですけど月の光が、本当にこうご協力いただいて、はいはい、まあ、今度11月の1日2日にですね、そうですね、実は今度本番となる監査がありまして、はいはい、そこでもまたご協力いただいて、いえいえ、こちらこそできることがあればですね、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、ここで、曲ブレイクをしたいんですけれども、1曲目の曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、はい、今日でですね、まあ、緊急事態宣言が、解除ということで、はい、
また普段の生活、まあ、あの新しい生活が始まっていくと思うんで、はい、皆さんに元気になっていただきたいなと思う曲ですね。ありがとうございます。はいはい、これまたヒッピさん、はい、広島出身の方ですね。はい、この方の君に捧げる応援歌、あのぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。これ実はですね、はい、先週あ前回のゲストが、はい、ミス山崎なんですよ。うちのキッチンの、ええ、彼女もこの間ラジオで選ばれたんです。これ選ばれたんですよ。すごいですね。全く奇遇な。そうですね、2回連続。そうですね、いいんですかこれ。いいんです、はい、ありがとうございます。全然いいんです、すいません、はい、ということで、ヒッピーさんの、君に捧げる応援歌どうぞ。はい、ムーンヌーンチャンネルお届けしております。後半に入っていきますが、今日は、うちの月の光国際保育園保護者でいらっしゃる上村さんにお越しいただいております。続きまして、はい、どんどんまたお話を聞いていきたいと思うんですけれども、よろしくお願いします。まあ、今回あの、まあ、初の保護者ご参加ということでですね、はい、まさに今あの子育て真っ最中、まあ、聞いてらっしゃるリスナーさんの方もですね、うん、あの保護者の方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、ここでちょっとこう子育てのちょっとこうお話を、はい、あパパですから、あのイクメンとしてです、ね、そうですね、イクメンイケメンでですね、いやいやのことです、ちょっとお話を伺えればと思うんですけど、はい、どうですかその子育てをされていて普段。そうですね、まああのイクメンというほどでもないんですけどもあの自分自営業でなかなかあの家にはいるんですけども、うんうん、子育てになかなか参加できてないというのが、まああの率直な、うんうん、あれなんですけども、うんうん、自分の考え的なことで、はい、まああのお休みとかですね、はい、まあそういう時に接する時にはですね、子供にはですね、こう何でもチャレンジして、うん、あのもらいたいなと思っています。はい、失敗やですね、うん、できないことっていうのはたくさんいくらでもあると思いますが、うん、まずは、うん、じゃあなぜっていうところで考えてみること、うん、でいろいろなそのものを見るときに、まあ、いろんな角度から見てみて答えを出していこうよと実践させているところもあの自分の中ではあります。で諦めずにですね、何度もですねあのチャレンジしてあの頑張っていくっていうことをですね、はい、常々あの子供の方にはあの言っております。そうなんですね。で一番僕の中で、まあ、自分もなんですけども、うん、あの何事もですね、うん、あの何をあの取り組むにしてもですね、うん、これはまあ勉強でもスポーツでも、うん、まあ、何でもなんですけども、うん、はい、楽しい気持ちであの取り組めるようにしたいのがですね、うん、一番いいかなと思っております。まあ、ちょっと簡単な答えなんですけど、ね、いやいやいや、ありがとうございます。はい、今までこうゲストちょっと参加、今回のラジオもですねしていただいていて、はい、前回あの山崎さん、先ほどキッチンの先生とか、はい、いろんな方参加していただいたんですけど、はい、結構共通して今言われたことを、はい、あの言われてたような気がします。失敗しても、はい、やっぱりチャレンジするような、そうですね、やっぱりこう温かく見守るような、はい、子育てっていうのがやっぱり大事にされてると、はい、そうですね、なるほどです、はい、いや私もちょっとこう、まあ、園長やってるじゃないですか、はい、でも、まあ、園長としては多分若い部類なんですよ。若いですね。で、その他の園さんなんかは結構こう年配のご年配のこう経験が豊かな方がされてると思うんですけど、そこで比べるとやっぱこう経験不足な青2歳なわけなんですけれども、そうですか。ただ、ね、こう数少ない利点としてはですね、はい、現在進行形で私も子育てをしているもので、そうです、多分そういう、こう悩みとか、はい、あの共有できるところはあのいいところなのかなと、うん、自分のまあ年齢的なところで言うとですね、うんうんうん、そういう、まあ、普段じゃあ子育て気をつけてらっしゃって、そうですね、私が聞きたいのはあの廿日市市、はい、まあ、今あの、ね、あの営業もそちらの方でされていて、はい、あの近辺でこう子育てをされてて、はい、こんなところ行ったらよかったみたいな、そんな場所ありますか。いいですか。はい、お願いします。まあ、広島の宣伝をするわけじゃないんですけども、はいはい、やはりあの宮島で、この瀬戸内海いいです、ね、でやはり海がやっぱ綺麗だし、はいはい、そういうところのまあ自然に、うん、馴染めるというかですね、うん、あの子供たちもそういう場所で遊べる、はい、あ、そうですね、やはりこれが、自分市内育ちだったんですけども、はい、全くそういう場所がない
なかったんですね。なんでそういう部分ではですね、非常にあの廿日市市っていう場所はいいところだなと思っております。そうですね、はい、海もだって近くて、そうですね、山もこうパッと行けるじゃないですか。そうなんですよ、自然環境っていうのは。川もあるし。川もありますね。そうなんです。だから生物を観察したりとか、ね、子供にとってはすごくもう楽園じゃないかなと思っております。本当ですね、確かに、はい、そういう意味では子育てに優しい町として、そうですね、廿日市は、はいはい、なるほど、ありがとうございます。そんなあの、まあ、自然あふれる場所でですね、まあ、趣味もいろいろ趣味もね、今ちょっとここ見えないんですけど、 GoPro もですね、はい、あの今撮りながら、はい、あの撮影今してますけれども、はい、上村さんの GoPro でこれはちょっとどういうことなのか。そうですね、はい、これはですね、YouTube にちょっと出てみたいかなとかいうことをちょっと、はい、YouTuber デビューですね。そう、企んでいてですねいろいろとですね、はい、まあ勉強をしている最中であります。なるほどですね、はい、でこれまた望月園長様にもですね、はい、あのアドバイスいただきながら、まああのドローンのことを聞いたりとかですねまあ本を買って読んではいるんですけども、はいはい、なかなかこれがあの簡単にできない。まあ、この自分の年もあるし環境もあるんですけども、難しいなっていうところで壁に何度もぶつかっております。はい、難しいですよね、はい、一度あのね、その動画の編集のことでお会いしてこう話させていただいたりしましたけれども、本当 YouTube でも楽しいですからね。そうですね、やってみると。そうですね、はい、なんかその自分のその考えたものが画像になったりとか、うん、音として出てきたりっていうのはなんかすごくまた違う世界だなと思っております。なるほどなるほど。そういう意味ではこう何かこう作り上げるっていう意味では、こう家具を作るっていうところと通ずるところもあるんですか。はい、ありますね。だからちょっと夢中になりすぎてる部分もあるのかもしれませんなるほどですね、はい。その中、まあ、釣りもご趣味で。そうなんです。これあの昔から好きなんですけども、はい、これ本当に上手ではないんです、はい、あの先ほどもちょっとお話したとは思うんですけども、はいはい、ちょっと YouTuber の方でですね、うんうんうん、魚釣りをされてて、はい、すごく有名な方がおられるんですけども、この方にいろいろとこうご指導もしていただくんですけども、はい、なかなか釣れないのはやっぱり腕のせいかなそうなんですね。いやでもね、先ほどこう廿日市の自然の話もありましたけど、はいはい、前あのうちのフルムーンの、はい、あの子供園の方の三山園長に連れてってもらったんですよ、はい、ですごい大きなタイ、はい、すごいですね、3匹ぐらい連続で連れてすごいですね。廿日市すごいなと思いながら釣ってたんですけどすごいですね。すごいですよね。あれは三山園長がすごいんですかね。いやこれもまた園長の腕かもしれないですね。そう思ってなかなか釣れないですよ、やっぱり。あ、そうなんですか。なるほど。まあでも楽しいですよね、そういう、うん、なんかそういう場所でそういう体験ができるっていうことの時間がすごくいいあれだなと思って癒されるんですね。そうですね、はい。でもね、こう廿日市で子育てっていうのはね、すごく魅力的なところがありますね、はい、いいと思います。ありがとうございます、はい、そして、ちょっと私、まあ、普段からもう本当にお世話になっていて、上村さんには、まあ、オーシャーとしてもそうなんですけども、まあ月の光の立ち上げというか、はい、まあ、施設のね、はい、設備面でもいろいろとお世話になってまして、そんなあの上村さんの今日はすごいところベスト3を発表させてもらっていいですか。はい、お願いいたします。ナンバー3がですね、はい、あのすごい面白いところ面白いなと思って、あの私こう園長保護者としてまあ出会って、はい、まあ、いろいろねお迎えの時とかにちょこっと話をしたりするんですけど、はい、まあ、こういうふうな出会いなので、まあこういう感じですけど、まあ、できたらこうお友達になれるような話してたらすごい楽しいんですよ。いえいえ、こちらすごいあのもう話してて、まあ、本当腰も低いですし、こうあの話してて心地いい、心地いいスナックですよ。スナグファンちゃん、スナグファンちゃん、スナグですね。スナグですよ。まさにそれをこう字で行かれてるような。ありがとうございます、はい、もう YouTube 始めるということは、ぜひあのコラボレーションを、そうですね、実現させたいですね。はい、お願いいたします。はい、そしたらベスト2、はい、ナンバー2なんですけど、はい、仕事に対するこだわりが並々ならないなっていうのはすごい感じていて、まあ、ね、経営者としてもそうなんですけども、はい、家具作りに対するこう職人としての、はい、一面もすごいあの垣間見れてですね、なんか本当細部まですごいこだわりを持って作られる、そうですね、その本当にまさに匠、日本語で言うと匠っていう言葉がありますけど、
あの素人でもやっぱり私もあのいろいろ月の光立ち上げをして、はい、2A 目3A 目で大竹にも今度開演するわけですけど、いろんなあの事業者さんとやり取りするんですけど、はい、ほんと少し見ただけで、あ、なんかちょっとこれやっつけだなっていう作業をされてるところもあればなるほど、まあ本当にもうあの上村さんのお仕事っていうのは少し見ただけでも、もう素人でも一発で分かる技術力の高さときめ細やかさ、ほんと作りが全然違うんですよ。いえ、ありがとうございます。これはやっぱり子供が使うものってやっぱ安全面だったり、そうですね、こうそういうちょっとソフトのことでは壊れないっていう、はい、耐久性だったり、はい、こういうのすごい大事になってくるんで、そうですね、本当ありがたい限りです。ありがとうございます。そしてナンバーワンはですね、はい、男気。え、男気がもうすごい。あります。あのですね、最初実は、はい、まあうちの家具をあのちょっと作ってくださったところで、はいはい、階段の下のところに秘密基地があるんですけど、はい、そちらにあの備え付けの本棚を作成してくださるということでお声掛けいただいて、はい、あ、なるほどということでですね、あのちなみにお題の方はということでお話をさせていただいて、いやもうあの普段お世話になってるんで、もう私頑張らせてくださいってことで言っていただいて、もこのね男気に私はもう震えましたよ。ありがとうございます。本当にうちも、まあ、社会福祉法人ってなかなかこう利益を出すことを目的するとする、うん、あの組織じゃないので、はい、まあ、あの言い方変えるとこうちょっと貧乏だよね。貧乏社会福祉法人でちょっと頑張っているので、まあ、その英語教育とか国際教育とか、まあ、さっきも理事長の話で言いましたけど、はい、まあ、ちょっとこうやっぱいいものをなるべく多くの方に提供したいってなるとですね、はいはい、もう本当にこう保護者の方に、まあ、今ご負担をいただいてるんですけど、はい、価格設定としてはもう本当正直こう赤字出血大サービス価格で今やってるので、うんうんうん、まあ、本当に保育園としてはこう予算がない中でやってるんですけど、はい、本当にこうやってこういつも支えていただいて、はい、もうそういう方で本当に成り立ってるんだと保育園は、はい、もう本当感謝しかないな。いや、もうこれからもですね、喜んでいただけるというかですね、あのやはりあの預ける保護者さんたちもですね、はい、見て、いい家具だね、いや、まあ、優しい家具だねっていうような気持ちでですね、喜んでいただける顔がちょっとやっぱり見たいんでですね、素晴らしいですね。何回でも男気を、あ、もう男気もう本当に塊のような方な、ありがとうございます。本当に、まあ、上村さんにも感謝しかないです。ありがとうございます。そして、まあ、本当保護者、ね、初保護者として参加していただいているので、そうですね、まあ、うちの園をもう本当に選んでくださった、まあ、上村さんもそうですけども、本当保護者の皆様にそうです、ね、この場をお借りして、はいはい、もう本当深く感謝申し上げます。本当にいつもありがとうございます。はい、で、まあ、今後の展望というところでは、はい、上村さんは何かお考えなんですか？やはりですね、他業種の方を見てもですね、うん、その今までやってきた業種以外のところでですね、はい、やられる、うん、まあ、簡単に言えばですね、まあ、飲食業の方が、うん、まあ、テイクアウト専門で、はいはい、まあ、デリバリーとかを始められるっていう、うん、まあ、キッチンカーに乗り換えてとか、はいはい、そういうような、まあ、商売の仕方で、うん、まあ、自分もですね、家具だけではなくてですね、うん、もっと違う分野っていうのも考えていまして、うん、で、まあ、今じゃあざっくり、まあ、言うとですね、うん、陸から水へというかですね、かっこいい、その海の方へ向かってですね、かっこいいですね、ちょっと何か自分の技術が活かせれる場所はないかなとちょっと考えております。なるほどですね、はい、これは楽しみですね。そうですね、またこれも後ほどですね、はい、いい時に。なるほど。じゃあその、まあ、家具から、はい、YouTube からそして海へと、はい、進出するという、はい、ちょっとますます目が離せない。ありがとうございます。はい、では、あっという間にそろそろ時間になってしまう。そうですね、早いですね。もう本当にずっと話してたいんですけども、はい、またじゃあ送迎の時に話をお子さんの送迎の時にちょっと話をまたそうですね、はい、はい、できるよろしくお願いいたします、はい、では、YouTube ではですね、保護者の方からのご相談質問等を受け付けておりますので、ぜひコメントお願いします。そして、次回はですね、10月15日金曜日11時30分から12時で、放送予定しているんですけれどもですね、実はこの日月の光国際保育園のハッピートリップっていう遠足と日程がちょっと被ってしまっているので、ちょっと何かしら放送を変更するなど可能性がありますが、また次回の、放送を楽しみにお待ちいただければ幸いです。この番組はデリカウィング株式会社の提供でお送りしました。 This program was brought to you by Delica Wing。エンディングの送り曲、こちらも上村さん曲紹介お願いできますでしょうか？はい、こちら
ちら、皆さんもご存知で、あのオリンピックのですね、はい、まあ、テーマソングと言っても過言ではないと思います。スマイルでですね、はい、皆さんに笑顔を、これからもずっと、あってほしいなと思います。ありがとうございます。では、曲もお送りします。どうぞ。 See you。 じゃあバット出ます。